プロスビース。さあ、グランドオープンということで、里崎はですね、初体験です。グランドオープン。昨年4月ぐらいにね、昨年の緊急事態宣言中ぐらいに、プロスピを本格的にやり出したんで、なんと、グランドオープン、初めてです。お正月みたいなもんですね。すごい。もう、VIP さんもクレイさんも、YouTuber の皆さんが、こぞって待機してね、生放送やってるっていうところでね、里崎も。まずはですね、最初に、これまでに貯めた、契約書、開けたいと思います。契約書はですね、S ランク、まあ、確率 10%、30%、S ランク確定、で、A ランク、そしてゴールド契約書を含めて、70あります。だからこれを全部開封して、欲しいのは、マー君。マー君行こう。マー君、坂本。この二人を、この契約書で取れたら、最高です。まずはですね、ゴールド契約書から行こう。ね。もうあと7時間とかもう全然もうギリギリまで待って、貯めたゴールド契約書。まず、10枚。これ、ゴールド契約書ってマー君と、ね、最高。坂本が当たったら最強です。さあ、スタート。まずは、ちょっと音出そう。ね。レッツゴー。1回目。どうなの？あー、無反応。あー、これはオール B の演出。これはオール B。まあ、そんなに現実は甘くないか。はい。ここもオール B。もう、誰も見ない。こんなもん、意味ない。オール B。さあ、2回目いこう。10。よし、2回目。レッツゴー。カモン！演出来てくれ。てん。あー、無反応。これも完全 B や。B 演出。ほら、A も来ない。くー！厳しい。出だしが厳しい。10。カモン！ A ぐらい来てくれ。おー、来た！紙吹雪。これは A は確定やろ。さあ、S 来い、光れ、シャッカティン、ガラス割ってくれー、パリン。あー、 A か、まあ A でもいい。誰や、何枚や、しかも1枚か。高橋で1枚か、1枚、30連で A1 枚あった、あ、1枚だけあった。じゃあこれいっとこう。まさか1枚でこんやろ、これ。もうスキップよ、 B や。31枚で1枚残念。じゃあ続いて S ランクいっちゃおう。 S ランクね、 10%、 残り3時間。じゃあいっちゃいましょう。レッツゴー、来い。あー、10%。最近この確率のやつ全然当たらんな、ほんま。無理か、さすがに。くー、 T 岡田。30%いこう。レッツゴー、来てくれ。うわー、きつい。30%、打率3割一流よ、プロ野球選手だったら。これもこうえんのか、もう全、最近確率のやつ全然消えへんな。平田かっこいいじゃないか、写真。先10%いこう。ひな祭りから持ってた契約書。10%。お、なんか来そうな予感。紙吹雪の感じが。幻か、勝手に幻。くー、中地ターニングポイント、カモン。紙吹雪からの、もうそろそろ来てくれてもいいんちゃん。もう見飽きたで、これ。青、カットイン。くぅー、割れない。高橋、まあ、さっきも来た。お帰り。さあ、30%。これはいけるやろ。さあ、レッツゴー。俺の運はあるのか。紙吹雪の音が、もうこれで来るんか、逆に来るんか、これで。
逆にからのからのからのいいんじゃっていうかこれ S ランクの演出知ってんのか。 30% レッツゴー。きつい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 もうきついきついきつい。きつい中田翔きつい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 。じゃあ10番に行こう。もう一緒に行こう。チャレンジカップ優勝と12球団スクラッチ。くぅ、これはきつい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 。くぅ全然今井両投手頑張れ。契約書こんなに集めてきたのに S が絶対出ない。よしじゃあもう S のやついこう。絶対当たるやつ。よし一緒に行こう。プロスペースターエージェントスターロード集めた S3枚。マー君か坂本これでくれば全部チャラにする。カモン S ゴー。これはもうエース当たるんだよ。誰が来るかよ。これでも演出大事だ。ほんま忘れてんじゃん演出。え1億まあまあロッテ純正。でも何も演出なかったね。何パリーンとかマー君が坂本山岡、あ、山岡いい、山岡いい、山岡いい。マー君か坂本。まあ、平気。さあ、ということで、気をね、もう噛んじゃった、もう言葉も喋れなくて、もう気を取り直して、新州到来プレゼントスカウト、S ランク1人確定、10連スカウトやろう。契約書はもう散々だったけど、さあ、これでね、いい感じでいって、仕上げよう。坂本か。マー君のこの小学校時代のバッテリーよ。さあレッツゴーカモン。演出悪い。お来た来た来た。まあそりゃそうか。おあれないんか。あの2枚引きとか。さあ2個割れやつ。これはやばいぞ。一人か塩見かわす玉井軍地一人かおえ小野。さあマー君か坂本お願いします。全てをチャラにしろ。